もうすぐこの町を離れるのか。俺さ、改めてこの町のことを好きになったよ。実はさ、博多駅前でおじさんがフォークスの歌歌ってて、熱いっていうか地元愛にあふれた感じでかっこよかったんだよね。かっこいいって言ったら山笠。博多の町を駆け抜けていく男衆の姿は、まさに九州男児そのものだったよ。山笠のあの迫力は今でも忘れられないよ。九州男児もいいけど、女性も魅力的だよな。すれ違うとみんなモデルみたいだもん。なんであんなに美人多いのかな。きっと美味しいもの食べてるからだろうな。美味しいもの、うどん美味しかったな。ごぼ天うどんとかしわおにぎりのセットは最高だったな。あー、こんなとこおったと。みんなバスで待っとるんよ。はい、すいません。青春ごっこもよかばってん。私らの若い頃はね。